こんにちは。体のエラ10万円勝負です。今日は2020年8月29日、2時間ぐらい過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在のエラコインは、12円に乗ってきましたね。はい、今まで 1% ぐらいね、レンチャンで下がってましたけど、今 4% 近く上がってきて12円に戻しているという形になりますね。はい、チャートの方はこのようになってまして、一旦ね、11円ここで一瞬切ったんですけど、また上がってきて12円まで戻ってきたと。ここら辺あたりを超えてしまって、このあたりまで、ね、13円の手前ぐらいまで来たら、ちょっとね、トレンド転換の可能性があるかなという気がしますね。はい、16円まで行ってましたから、はい、まあ、押し目買いをするなら今かもしれませんね。はい、ではですね、ツイッターの方に行きたいんですけど、今日はですね、このニュースというか、この記事がね、一番気になりました。コインポストから、サトシの理念は今も受け継がれているのか、金融庁氷見野良三氏のスピーチ全文ということです。はい、これ、まあ、金融庁の長官が言ってることですね。で、ビットコインとか、だいぶそこにね、サトシの理念って言ってるから、まあそうなんですけど、に触れてるので、この文章全部ね、本当は読みたいなと思って、さっき読んでたんですけど、15分ぐらいかかっちゃって、もう一回取り直してます。全部読みたいんですけど、ちょっとポイント、私の思うポイントのところだけ、お伝えするようにします。はい、まずここですね、氷見野氏は7月に金融庁の新長官として就任、2015年よりバーゼル銀行総督なんとかや、なんとかのした経験があると。仮想通貨ブロックチェーン振興技術に熱心な姿勢を取り、2019年9月に開催された仮想通貨に関する監督ラウンドテーブルで、リブラ大統による、金融への影響をトピックとして取り上げていると。本校では今回スピーチを業界の重要の出来事として捉えということですよね。氷見野氏のスピーチの全文を掲載する。8年リーマンショックからビットコインの誕生、そして現在の新型コロナに経済、社会的影響について、サトシが考案した信頼構築の取り組みは今もなお重要な意味を成しているということで、結構ね、この人の思いとか性格も表れている、コメントというかね、声明だったと思うので、見ていきます。はい、で前半はですね、ビットコインに対して、だいぶね、必要じゃないかと、で特にコロナの状況ではね、それが顕著になっていたんじゃないかなというようなことを言っていて、ビットコインに対する信頼はマイナーが費やした大規模な電力とマイクロチップに依存するようになってきた。それは受け入れがたいほど資源の無駄遣いなのか、そうかもしれないが、ブロックチェーンに限らずある種の行動の証明は私たちの身の回りにもあると主張したいということで、プルーフ・オブ・ワークのね、まあ、電力云々の問題はあるにせよ、やっぱこのような、ね、信頼の形っていうのは必要だと言ってるわけです。はい、で、その信用の形は、貨幣やいろんなね、宣伝、ね、いろいろされてくるんですけど、そういういろんなところが発行するものもいろいろあるけども、それとね、本質的な価値とは一切も関係ないと。で、同じように何兆トンもの CO2 が排出され、それに見合った金額を使われているのは、信頼や、真面目そうに印象づけると目的のためだけなので、ビットコインもね、別に電力を使えばいいというものでもなくて、とにかくね、信用を、信頼をね、本質な価値、信頼というか本質な価値ですね、本質な価値を、どうやってね、形を作っていくかということですよね。はい、で、したがって私たちの社会における信頼を生み出すためのプルーフ・オブ・ワークの役割を見直して、それをどのようにリエンジニアリングできるかを考えることは、私たちの社会的交差な、有効性と効率性と有効性を向上させる大きな、可能性を秘めているということで、このね、今のプルーフ・オブ・ワークの仕組みを、どのようにね、リエンジニアリングできるかということなので、まあ一言で言うと、まあビットコインよりなんかいい形ないかねという話で、じゃあ体のどうですかという話ですね。まあもちろんね、直結して体のエイダーに別に行くわけでもないし、もうね、プルーフ・オブ・ステークだけがっていうことにはならないですけど、とにかく今ね、ビットコインはいいんだけど、まあそこからね、もうちょっと問題あるんで、それを解決していこうねという、意味合いがね、ここにあると思ってるんです。はい、でブロックチェーンの設計課題と向き合うためには、信頼とガバナンスを構成する構成要素について深く考える必要がある。深く考えることができれば、その結果として得られる概念やツールや社会的連携の幅を広げることにもつながるのではないかと。で、これをやってるのが、どこもやってますけども、これの先端を言ってるのがね、
プルーフオブステークの体のではないかなということで、これがね、まあ、世間的にも重要ですけど、ちょうどね、あの、エイダを支援している、支援というか、エイダ推しの我々としてはね、だいぶ近い考えだし、これからね、エイダを保持していくためのバックグラウンドになる知識というか、記事かなと思います。12年前にサトシが始めたイノベーションと探求のプロセスは、私たちの社会構造にをうまく考え、根本的な原因を探り、変革のための根本的な手段を模索するというさらにラディカルな活動だったと。その努力はコロナ時代の今こそ必要とされているのではないだろうか。フェイクニュース、ハイプグローバリゼーションの分断など表面的な解決策では解決しえない問題にも通用する営みであると言えるだろうということなので、まあ、今のね、あのいろんなスケーラビリティの問題とか、でいろんなところがね、頑張っているというようなことがまたね、みんなのみんなというか、まあ、世間的にも共通認識になって、まあ、少なくとも暗号通貨の世界ではもう共通認識でみんな動いているので、でそれが安定してきて、まあ、どこに収束していくかといったときに、まあ、体のがねその一つになるんじゃないかというようなところをもう一回ね考えさせてもらえる記事だったかなと思って取り上げました。はい、次にカルダニアンさんですけど、体のパラメータイズセット76と 0.76 ということですね。はい、エポック214では 0.76 ですと。はい、あ、そうですね。0.76 だから残りの24がこちらになってますと。で、こちらが、何ですかね。普通の、ステークプールに行くやつで、こっちが、まあ何ですかね。カルダノファンデーションとか、エマゴとか、IOHK ということですね。IOG か。が持ってますよと、持ってますよというかブロック生成しますよということですよね。はい、はい、次にね、小玉社長です。今後もステーブルコインの利用はますます増えてくる。しかし今のイーサリアムの基盤ではスケーラビリティの問題が解決できていないと。強いブロックチェーンが必要ですということですね。はい、はい、でそこに関してはね、コインポストの方に書いてあって、300万テザが、お店号のネットワークに移動ということで、ですね、これちょっと今見ませんけど、要はスケーラビリティ問題を今ね、小玉社長が言われているように、問題を抱えてますということなので、テザがね、お店号のネットワークも使うようになるよということですね。でもともと ERC20 っていうイーサリアムのベースですので、そこにの問題を、もう抱えたまんま、なんていうんだろう、その応急処置的な対応にも見えますけど、まあそれがね、まあ本当に小手先っていうわけじゃないと思いますけどね、体のほどの長期を踏まえた活動なのかどうかっていうと、ちょっと違うような気がしますね。はい。なんだろう。とりあえずそこしかないというような感じで逃げるというと言葉悪いですけど、完全なね、対応にはなってないような気がします。まあ、ERC20 の仕組みをね、すべてというか全く分かってなくて言ってますけど、こうやっていろいろね、まあ、体も開発中ですし、まあ、あまり他を悪く言える立場でもないですけど、少なくともね、イーサリアムの問題が少しここに見え隠れしているということは間違いないと思います。はい、あと、リュータさんですけど、プリヤヤンクさんというアンバサダーの王のような方、アンバサダーに王がいるんですね。はい、だから、世界、リュータさんはね、日本でだいぶ、なんだろう、こういうコミュニティの中ではトップ的な位置にいるけど、世界のユータさんみたいな方がいるわけですみたいですね。はい、を中心に皆で力を合わせて作っている非公式サイトで、私が荒削りに日本語部分をやりましたということなので、こちらね、確認されるといいかなと思います。私もね、これから勉強で、ちょっとね、見ていきたいと思います。基本的な使い方の他にもウォレットの少し深いレベルの知識がついたり、非常に幅広い役立つサイトですと。多くの疑問このサイトで解決できると思います。まあ、私の場合は、まあ、ユータさんのね、サイトに載ってるだけでもまだね、全然見てないところもいっぱいあるので、まあ、英語をゴリゴリ見に行くっていうほどではないんですけど、
情報が、ね、早いとか多いとか、また見解が違うとかあると思いますので、深くお知りになりたい方は、チェックしてはいかがでしょう。はい、すみません、ちょっと喋りすぎちゃって、いつもだいたい10分で終わらせるんですけどね、今日もちょっと伸びてしまいましたが、伸びたついでにもうちょっと見ていきますけども、ゆうたさんがもう一個ね、体のがなぜ強いのか、安全分散連携速度、永続に分けてマインドマップを整理してみましたと、まだ荒削りなどで最低に載せているマインドマップを洗練されて更新しますということなので、そうですね、マインドマップというものを作られたと。私、ちょっとマインドマップって知ってはいるんだけど、どうも使い方が分かんなくて、なんだろうな、これをね、理解の、なんだろう、助けに、この形がね、なる人には非常にいいと思うんですけど、まあ、そうならなくても、ここにね、書いてあることだけでも見れば、非常に勉強になるかなと思いますね。はい、12.04円ですね。14,012.9×12.04円で元本が10万円ですので、68,715円のプラスということになります。68.7% の値上がりということになります。ではね、皆さんも報酬の確認をなさってください。では今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。